私の席、ここだ。会場のサイトでチェック済みだったけど、思ってたよりステージに近くてよかった。それにしてもワンマンライブ本当に嬉しいな。みのりちゃんをモアモアジャンプを応援し始めてから結構経つけど、やっとここまで来れたんだね。今日ここに来れて嬉しいな。私も一生懸命応援しなくちゃ。頑張れみのりちゃん。あそこにいるのってななみんと元アスランのマイちゃん。もしかしてあの辺が関係者席なのかな。それに若い人が多いけど、ちょっと雰囲気の落ち着いた年齢の人もいるみたい。もしかして誰かの家族だったりするのかな。まさかここで舞ちゃんに会えると思わなかったよ。すっごく久しぶりだよね。アスランの時に番組でご一緒した以来ですよね。またお会いできて嬉しいです。私も今舞台役者やってるって聞いたよ。元気そうでよかった。それにしてもこのワンマンの空気懐かしいな。アイドル辞めたことは後悔してないけど、やっぱりこの空気は好きだなって思っちゃうよ。わかります。ちょっと羨ましいですよね。信頼できる仲間と一からものを作れるって。アイドルっていろんなしがらみがあったり、実はメンバーの仲が悪かったり、本当にいろいろ厄介なことがあるもんね。はい。でもももちゃんのみんなはメンバーを心から信頼し合ってるのがすごくわかるグループだなって思います。だから私自身純粋に応援したくなっちゃって。うんうん、それすごくわかるよ。事務所に所属してもないのにこんな大きなところでやれるなんて本当にすごいことだし、きっとこれがモアモアジャンプにとって最初の伝説のライブになるんだろうな。私もそう思います。頑張ってほしいね。Bの5番関係者席ですね。ここをまっすぐ行ったところになります。本当だ、ここが B 列ですね。ありがとうございます、助かりました。いえ、楽しんできてください。ふう、物販に並んでたお客さんも無事誘導できたし、これで開演前の準備は完了かな。あとは皆さんに全力でやってもらうだけ。開演までの時間はぴったりだね。盛り上がる準備はちゃんとできてる？あれって今日は楽しんでもらうために精一杯頑張るわ。みんなも最後までついてきてちょうだいね。私たちの初めてのワンマンライブ、みんなにとっても最高の思い出にしようね。すごい。
ってナリちゃんのことは誰よりも見てる自信がある。配信だって見逃したことはないし、クリスマスイベントの時も。でも今日のナリちゃんはいつもより、うん、今まで見てきたどのナリちゃんより私を見てって気持ちが溢れてるみたいで、キラキラ輝いてる。お客さんがみんなこっち見てる。ミニライブの時とは全然違う。それに私を応援してくれる人の声が聞こえる。最初は全然ダメで、そんな風に言われちゃうのもしょうがないなって、もっともっと頑張らなくちゃなってそう思ってた。それでいろんなことをやって、みんなにいろんなことを教えてもらって、やっと今私やっとほんの少しだけだけどちゃんとアイドルになれてる気がする。それはきっと私が憧れた最高のステージよ。この中にはきっといろんな人がいる。前を向けなくて悲しんでる人とか、昔の私みたいに夢を追いかける覚悟が決められない子とか、そんな人たちに、この会場にいる一人一人に明日がほんの少し楽しくなるような希望を届けたい。あの時のはるかちゃんがそうしてくれたみたいに、私もお客さんと心をつなげたい。すごい熱量ね。お客さんたちの反応もすごいけど、何より、みのみちゃんすごくいいよね。なんだかいつもよりキラキラしてる気がする。実はそんなに強いタイプだったのかな。そういうわけじゃないんじゃないかしら。そうだね、きっとあれは。会場の隅々まで届けるような視線の動かし方と、客席のどの位置からも確認できるような大きな動き、私が合宿で教えたものだけど、ここまでものにするなんてね。やるじゃない。おかげでお客さんの視線が祈りに集まってるけど、このワンマンライブは祈りだけのものじゃないわよ。まだまだ出せるはずだわ。私も合宿や練習でたくさん鍛えてきたんだもの。みのりが注目されるのは嬉しいよ。だって私もずっと頑張るみのりのファンだったから。でも同じアイドルとして負けていられないね。まだまだこんなものじゃない。さあまだまだ行くわよ。遅れないようについてきて。みんなの声もっと聞きたいわ。声が枯れちゃうくらいいっぱい叫んでね。すごい歓声。700人規模の会場とは思えない。そうだね、配信だとわからなかったけど熱量の高いファンが多いみたい。みのりちゃんに釣られて
全員のパフォーマンスがどんどん良くなってるっていうか、熱が入っていってる感じがする。やっぱりいい関係だよね、モアモアジャンプは。はい、私もこういうライブが好きだったからアイドルを目指したんだって思い出しました。言われてみれば私もそうだったな。今日は本当に伝説のライブになるかもね。みんなありがとう。ここまで全力で走り切ったわね。みんなの気持ちもガンガン伝わってきたわ。でもどうかしら、みんな出し切っちゃって疲れてない？みんなも気合十分だね。私たちももっとみんなと一緒に歌いたいんだけど、お別れの時間が近づいてるから次の曲が最後になっちゃうのよね。でも今日は最後の曲に行く前にみんなに私たちの気持ちを聞いてもらおうと思ってるんだ。私たちみたいなまだまだ小さなアイドルグループがこうやってワンマンライブまでできるようになったのは、私たちを応援してくれるみんなのおかげだから。今日はいつも支えてもらってるみんなに精一杯のお礼ができればと思って歌ってきたんだけど、伝わっているかしら。ありがとう。私もみんなの思いを感じられたわ。そうよね、ステージから見てもみんなの笑顔が眩しくて私たちも元気をもらえたもの。うん、本当にそうだよね。いつも配信が多いからみんなの顔をちゃんと見ることってあんまりないけど、今日はキラキラした顔が見れてみんなと一緒に歌うことができて、私もすっごく楽しかったよ。そう、知ってる人は知ってると思うけど、今日はみのりにとって人生で初めてのワンマンなの。きっとたくさんの思い入れもあるだろうし、どうかしら、みんなこの場を借りてみのりの気持ち聞きたくない？こういうのは準備したらしただけつまらない言葉になっちゃうものなのよ。だからまとまらなくてもいいわ。今のみのりの気持ちをありのままみんなに聞いてもらいましょう。私の気持ちをありのまま。みのりちゃん頑張って。ゆいなちゃんくれてたんだ。私、前の配信ライブでみのりちゃんが応援してくれたおかげで部活をもっと頑張ろうって思えたんです。それでこの前の試合で初めてみんなに貢献できて、だから今度は私がみのりちゃんの力になりたい、頑張るみのりちゃんを応援したいって思ったんです。私の気持ち、みんなに聞いてもらいたいこと